シーナさん、ヨさん、こんばんは。こんばんは。最近だと珍しい二次フォロコラボとなっていて、とっても楽しみです。お二人の印象はどこかふわふわっとしていて、ちょっとポンなところがある可愛らしい雰囲気だなと思っているのですが、そんなお二人が最近やってしまったポンなエピソードあれば教えていただきたいです。ってことですね。はい、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 はい。なんかポンあります。最近のポンの話ですか？うん、なんかあれですね、最近、うん、サラダにカニカマを乗せるのが好きなんですけど、うん、あ、いいね、豪華だね。で、カニカマをちょっと半分使って半分冷蔵庫にしまおうと思ったんですよ。で、戸棚にサランラップが入ってたんで、うん、で、サランラップかけて冷蔵庫にしまおうと思ってって気づいたら、うん、冷蔵庫にサランラップをしまって戸棚にカニカマしまってたぐらい。あー、やばいね、それだいぶ重症だな。いや、あるよね、みんなね、逆にしちゃうとかね、ないですか？ないですかね。え、マジで？なんか逆にしちゃうとかないですか？やんのかな。え、なんか逆に捨てちゃったとか、なんか。あ、逆に捨てちゃったパターンか。とか、あるじゃん。そういうノリだよね。そう、ノリです。やんのかな。え、そう、だから、なんか、多分入れた本人と、その時は気づいてないんだよ。気づいてなかったんだけど、うん、冷蔵庫お茶飲もうと思って開けたらさ、なんか入ってんの。あれあれと思って、あ、やべえと思って戸棚見たら、カニカマ入ってた。そう、やばいよ、ほんとに。え、やばいかな。え、多分、おばあちゃんとかのやつな気がする。やめてよ、ほんとに。でも、そういうことたまにあるんだよね。でも、1500歳だからな。え、じゃあもうボケてもしょうがないっていう話で大丈夫ですか？大丈夫ですか？おねらしい。1500歳だから。なんでもちょっと1500歳だからっていうのでいいですか？しゃあないね。